それじゃあカウント始めるぞ。藤原に対するアドバイスに出したら、あえて少し違ってきましたね。そうか、変わりましたよ。なんていうのかな、以前はもっと単純で具体的でしたね。それだけ藤原が成長してきて、リーダーまた藤原がダンスさんにめきめき進歩していくのは本当に全てを予定通りに本当に長すぎて藤原の回転にボールと車輪との接触難度の摩擦がない妙な人からできないブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端にでどこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だがそんな車は世の中には存在しないだがコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うはは、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわあ、抜かれて。やだ。ほうほう。2000の重量は1両がおよそ33キロ、しかし相手の300キロはおよそ15キロ、倍以上の重量。軽量化に勝る注文ではない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な状況だそうだ。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵だ。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能だ。こんなことは今まで一度もなかった。やる、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったのに。この雨はクソもんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、選べるのは奴の方だ。リスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300ってこんなに速い車なのかよ。あの敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルレースでついていけないのか。どうしてもこの距離を積んだけど絶対に追いついてみせるぞ。
てめえはよ、気分悪いぜ。何度も近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれない。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。シミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたらこのバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台を裏付かせてやるぜ。揺られてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。ええんだわ、じゃあこれは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れです。ふざけんなって言ってんだろうが。逆どの人。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗。やっぱ自分がこんな早い腕にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。両操作ができるというなら絶対できます。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原の一生、東道塾の第2ラウンドにブラインドアタックを増してつない、目から入ってくる情報が不足しているように頭の中に浮かべるイメージで都合を踏まえたから、藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーは R で限界スピードを瞬時に見極め、目印の前でグリーンに合わせた。全てはイメージだ。それこそ藤原の天才的なテクニックを使えている原点だとした。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。ストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。無事でここで抜かれるわけにはいかねえ。マジか。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ともんがあるんだ。どっ
に近く艦に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。時間ない、考えてる暇ない、わかんねえ、行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。俺消えた。どこに消えたってんだ。そんなことが。炎症と落とし闇に紛れて、ドリフトもブロックもできない地下機関で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっている。こっちの方が俺には合ってる。旧神奈川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。差がついてるんだ。今は自分の走りに集中しよう。さっきの相手が見えないのはあっちも同じだ。